来たるべき東京オリンピックには日本の武術の一つ空手道が採用される見込みです。オリンピック出場を目指して訓練されております大阪空林館大田良君、未来のオリンピック選手です。今日の方は数字の概念候補選手です。肩は？状態です。初めて。はい。よろしい。